はい、どうもカオスマイスターと申します。本日はですね、ポケットモンスタースカーレットバイオレットのランクマッチをやっていきたいと思います。対戦相手の方が見つかりました。お相手は DD さん。DD さんのパーティーは海流サーフ号、チャーレム、初めて見たわ、ウルガモスカバルドンルカリオ。チャーレムってなんやねん。うわー、どうすっかな。ヤマミがまず、そウルガモス以外、無理だな。ヤマミはダメだ。A0DS はどうだ。A0DS も無理か。カブトボーグいけるか。あー、いけないな。エスカル5いけるか。山本空もあんまり刺さってねえな。ヒロキ哲也ワンチャンいけるかな。特殊があんまりないね。特殊。ウルガモスは出てくるな。じゃあ、初手山見、後ろに広木哲也で、海流どうすっかな。 A0DS かエスカルゴか。カバルドンきついな。エスカルゴでいいか。カブトボーグ出したいけどちょっと出せねえな。もうこれでいきます。はい、さあ、これはなかなかきついっすね。はい、DD さん対戦よろしくお願いいたします。今日はね、昼飯にチャーシューザルを食べました。 DD さんの先発はルカリオから来る、色違い黄色のルカリオ。こっちはイルカマン。さあ、何してくんだろう。なん、わかんないですね。いきなり新速とかはやってこないと思う。気合の助けかな。インファイトぶち込んでくるかわかんないんですけど、とりあえずクイックターンからいきましょう。こっちのイルカマンは久しぶりのエースぶっぱ型っすね。ハチマキの。はい、さあどうする。うん、これは厳しいぞ。はーい、相手も悩んでますね。何を悩んでんだろう。カブト防具出しゃよかったな。真空波特殊クイックターン、オッケー。先制技でぶち込んできた。じゃあエーフィー投げますか。はい、ここで相手エスパーを無効化するやついないっすね。ちなみにこのエーフィー、こだわりメガネ型でエースブッパーなんですよね。メガネで、まあ最近で連発するか。じゃあバレパン、これは耐える。はい、サイコキネシス。はーい、急所はいらない。ここでこういう変なところで急所出すなよ。急所に当たる確率 4% だからね。うん、チャーレムって何してくんだろうね。うん、まあイルカマンでぶち殺せると思うんで、まあここはサイコキネスを打ちますか。メッコダンマ好き。次バレットパンチからもしかして。エーフィーはひるんだ。格闘技ネコ魂なんだろう。まあサイコキネスでいいや。バレットパンチか。ああ、なるほど。先制技大好きだなこの人。まあエーフィー死んだからまあいいでしょう。じゃあこっちはイルカマンで。うん、さあ、外流がいるかどうかでね。外流がいるかどうか。ここテラス切って絶版かな。これは交換してくるかどうか。うん、先制技じゃ絶対倒せないと思うんで引っ込める。何ここ、ウェーブタックルだったな。マジでサーフ号。へえ、サーフ号耐えらんないと思うけどね。大
耐久にがっつり食ってるゴツメ型なのかな、ゴツゴツネット HB ブッパー2発耐えれないと思うけど、どうなんだろう。ジェットパンチ、あーだよね、あーじゃあこれはジェッパンでいけるわ、ハチマキジェッパンなんで、はい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 、ジェットパンチ OK。 ちょっと考えろよ、雲を見つめるチャーレム、チャーレムって耐久そんなねえよな、ジェットパンチ粉砕できると思うわ。猫魂、はい、次のバレットパンチも絶対耐えますね。で相手は命の束でガン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 削られるんで、じゃあジェットパンチで、ジェットパンチこれ死ぬと思います。ドーゴン OK、 イルカマン最強ということですね、うん、これはいい試合でした。てか俺のパーティー海流いなかったね、カブトボーグじゃなくて海流にしようかな、うん、いやこれはいい試合でした。あ、昨日のクソみたいな試合とは違かった。それではね、 DD さんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク伊藤園日本のお茶、多いお茶緑茶を飲みたいと思います。いただきます。うまいわ。今日は万来のチャーシューザルを食べに行きました。いや万来のチャーシューザルで思い出したんですけど、建築物の管理と手続き、特定行政庁の措置について、建築物の所有者は管理者または保有者はその建築物に敷地構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。建築設備においても建築確認を必要とするものがある、かっこ昇降機など。建築主事は建築確認申請書を審査し適法と確認した場合には建築主に確認済み証を交付する。特定行政庁は違反建築物に対する必要な措置を命ずることができる。特定行政庁は違反建築物に対する必要な措置を命ずることができる。建築主事は市区長、建築主事は市区町村または都道府県の職員で建築基準適合判定資格所の登録を受けた者のうちからそれぞれ市区町村の長または都道府県知事により命じられる。特定行政庁は建築基準法の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して該当工事の施工停止を命じることができる。命じるのは特定行政庁であり建築主事ではない。特定行政庁は建築基準法の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して該当工事の施工停止を命じることができる。排水の配管設備は腐食防止の措置を講ずることが定められている。以上カオスマイスターでした。またアップします。シェリー所属サプライバイ、9分1秒。